ばんは。いえ、今日はあのここにティンカロンハットがあるのが分かっていたので、こういう衣装で来ました。いえ、いつもあった日でいきましょうか。じゃあ、はい、じゃあ、1曲目3拍子だけどいいか。3拍子だ。じゃあ、行くぜ。君の口から変われたい、膨らみ始める、そのスピードに誰も追いつけない、今のうちさ、バランスを崩せ、僕らはゼロに。
じゃあイエーイイエーイ。いやーすごいね、なんかダンスとのコラボ楽しいわやっぱり、うん、もう一回やりますか。じゃあちょっとこの目を合わせる作業大事よねやっぱね、時々ね、打ち合わせないからね、これね、すごいな。テントスギャッツ何やるのかっていうのをね、この先ちょこちょこっと書いて、おうおうおう。あの最近今日はひーちゃんと一緒にやるからさ、曲順決めてんだけど、最近曲順決めないの、もう上がってもうフィーリング、もうフィーリング、今日のフィーリングでも今日はちょっとね決めてきてみました。でちょっと久しぶりの曲なんでね、間違うかもしれないけど、そんなことはもう知らん知らん知らん。歌詞も出てこない、どこ行ったかな。ちょっとひーちゃんゆっくりしてね。あれ、あったあったあった。よし、これはね、ひとつまみの愛と希望の歌と言って、ほんと久しぶりなのでできるんか私。じゃあ行ってみようかひーちゃん、いいか、 OK、 いくでー。会いたくなって、君に届きたくて、この世の果てに大きな穴を開ける。届けたくて盗んでしまえ、ありと
ごめん、間違えたね、いっぱいね。激しく間違えたね。まあ、いいじゃん、たまにだからね。よし、じゃあ、ひーちゃんにはちょっとこれで休憩してもらいますかね。でもね、久しぶりの曲というのは、やっぱり一回ぐらいさらえとかないといけないね。まあね、人生長いとさ、もうこういうのもなんかありかなみたいな、ずうずうしくなってくるよね、本当にね。ね、まあでもね、次の曲がね、タイトルがね、申し訳ない、完全なる敗北、もう完全に負けてますっていう歌なんですね。許してもらっていいですか、もう敗北認めますんで。じゃあ、行ってみたいと思います。完全なる敗北。完全な現実、それはいつだって不安定、隣の芝は果てしなく奥で、どんなわずきもの、それだけは多分平等は、だそくで自分の首を絞める、消したいものがあるから、喜怒哀楽
もう 中盤まで来ちゃったね、今日はね。あの 4組の賑やかしい、もう上なんかさ、あの女の子先ほどいたんだけどさ、キャバレーのさ、楽屋みたいな感じだったね。化粧してるやつ、酒飲ってるやつ、ひどいね。どうですか、楽しい。お着替えでお尻出してました。あの、言っていいの、本物の尻見ました。混じり見たね、ま、生尻見た。あのちょっとおっちゃんウハウハみたいな。もうあのオーライオーライイエー。じゃあ言っとくかっていうことで、ちょっとね、次の曲もね、これね、あのここってなんかライトってさ、あのおばちゃんちょっと目が悪いもんでさ、おばあちゃん申し訳ない。あ、違う、それじゃないよ。ちょっとね、アンチョコ見ないとね、あのいけないんですけど、あー素敵です、ものありがとうございます、素晴らしいですね。これで多分こうじゃ、あ、来ましたね、完璧っす。これで間違えたらもうあた、アウトやな。あのね、私、あの年は全然隠してなくてですね、今年52歳なんですけどね、あの52歳になってまさかラップを歌うとは、しかもピアノの弾き語りで、いっとこか、いっとこか。よし、じゃあラップいくで。じゃあ、これ、あの、なんでしょうね、私の人生まんま歌ってる歌詞で、あの私の、まあ、仲いい、あの一緒にあの、ね、ユニットやってる相方が、ちょっと気持ち悪いって言われたんですけど、あまりにも、もう、マキネの曲だねっつって、じゃあ、いっときますか、ガリューライフ。Oh,
ライブ告知が一般あるのよ。今週の土曜日にね、新たると今池の新たるとというところで、私ユニットを2つやってるんですけど、その片方の宵の月という、ちょっとブルースやってるんですけど、ブルース、大阪からね、お兄ちゃんたちがやって、おっちゃんたちがやってくるんですけど、そこでピアノ弾いてます。それがね、11月3日、今池の新たるとね、名古屋ね、もしかしたら私最後か、それライブ、結構関西でやってるので、これちょっとぜひお金と時間に余裕のある人は来ていただきたいんですが、12月29日、もう多分ね、あれやね、御用納めとか済んだ感じでね、大阪のトモンというところでライブハウスで、なんと出雲真紀子人生初のワンマンライブをやります。イエーイ。今日はね、樋口さんの CD が出るけど、その CD ももちろん買ってほしいけど、出雲ちゃんのワンマンにも来てほしい。でもあそこ10人ぐらいしか入んないんだよな10人来たらいっぱいみたいな、もう10人限定、もうむしろ限定とかした方が入る人来るか、そうだよな、もうじゃああと1人とか言うとね、来てくる、ね、抽選、あ、いいっすね、抽選。なんか嘘でも抽選しちゃいましょうか。それがね、決まってるのでね、多分名古屋でのライブはね、確か、本当忘れてないよね。11月3日のアラタルトが多分最後になります、ね。その時は私は歌ちょっとしか歌わなくて、ピアノ弾いてるんですけど、もし興味あったら来てくださいね。おいしいお酒が飲めると言っておこうかな。酔っ払いたちが酔っ払いの音楽をやってますみたいな、で私も飲むみたいな、そういう素敵なイベントですね、はい、さあそんなわけでね、もう時間もないんでね、ひーちゃん、じゃあラストの曲ちょっとノリノリでいっちゃおうか、はい、もうね、ガツガツノリノリでいっちゃうよ、よっしゃ、いこうか、じゃあ、ひーちゃんダンスで今日はありがとうございました。え、じゃあいつもなんか最後は入ってなーに、ほかに何もいらないくらい。
族のお役所がね、もうありがとうございます。本当もうここは本当に優しいね、みんな優しいよね。ありがとうございます。じゃあ、あの言葉に甘えて1曲だけ、ちょっとあのサクッとね、サクッとしっとりやろうかなみたいな。サクッとしっとりっていいね、あのクッキーみたいだよね。あの外はサクッと、中はしっとりみたいなね。あ、いいね、なんかキャッチフレーズだね。コピーライター向いてるんじゃないかっていうね。じゃあちょっとしっとりいきますか、踊りますか。よし、じゃあ静かにいきましょうね。イチアラウという曲でお迎えしたいと思います。ありがとうございます。今日はあの樋口さんね、あとあの CD みんな買いましょう。イエイイエイ。じゃあ CD 発売おめでとう。おめでとう。イエイ。じゃあいきましょうか。その時